ネッカーベストハイム。ネッカーベストハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。この町は、ネッカーベストハイム原子力発電所の町として、知られている。原子力発電所の所有会社エンベベイが支払う、高額の営業税により、ネッカーベストハイムは、 ハイルブロン郡で最も裕福な町一つで3000万ユーロ以上の貯蓄がある2005年2月現在。ネッカーベストハイムはハイルブロン郡南部のネッカー川沿いに位置し、シュトットガルト大都市圏周辺部に含まれる。ネッカーベストハイムに隣接する市町村は北西から時計回りにラウフェンアムネッカー、イルスフェルトともにハイルブロン郡、 クロースボットバール、ムンデルスハイム、ベジヒハイム、オットマールスハイム地区、ゲンムリヒハイム、キルヒハイムアムネッカー、以上、ルートビヒスブルク軍である。ネッカーベストハイムは、ラウフェン及びノルトハイムと共に、行政共同体を形成している。ネッカーベストハイムは、1123年3月5日、皇帝ハンディヒ5世の文書中で、ベストハイム、ベストハイムとして、 初めて言及されている。この村は、ラウフェン博の所領に属した。1673年から1678年に、ビュルテンベルク領となったが、半分は、リーベンシュタイン化、残り半分は、バーデン編境博から獲得したのであった。この村は、当時は、カルティンウェソン、カルテンウェステンと呼ばれていた。1807年まで、 シュターブスアムとリーベンシュタインに属したが、この年にオーバーアムとビーティヒハイムに、1810年にオーバーアムとベジヒハイムに移管されたシュターブスアムとオーバーアムとはいずれも古い地方行政区分。1884年8月19日、この村は王の布告によりネッカーベストハイムと改名した。1938年、ネッカーベストハイムは、 ハイルブロン軍に編入された。第二次世界大戦後には多くの避難民や東側からの亡命者が定住した。1970年代にかつてのポルトランドサメントワーカの採石場跡にネッカーベストハイム原子力発電所が建設され、その営業税収入によりネッカーベストハイムの経済状況は根本的に裕福になった。1995年。 ネッカーベストハイムは、連邦全土、あるいは世界中が注目するスキャンダルのただ中に置かれた。当時の町長、ホルスト・アームブルストに、4000万ユーロ以上の村や、関連財団の資産を横領した容疑がかけられた。アームブルストは、1995年2月8日に、逮捕された。翌1996年1月24日、シュトゥットガルト地方裁判所は、彼を、 配任罪及び文書偽造罪で8.5年の禁固刑に処した。1999年5月17日に残りの刑期を保護観察にするとして仮釈放された。公認のマリオデュル及び町当局は横領された金を回収しようと努力した。2005年2月までに1300万ユーロを回収したが裁判費用や弁護士費用に 約200万ユーロかかってしまっている。ネッカーベストハイムには独自のプロテスタント教会組織がある。カトリックの信者はラウフェン・アムネッカーの教会組織に属する。ネッカーベストハイムの議会選挙は12人の議員からなり、これに議長を務める主張が加わる。ズガラ、左右に分割。向かって、左は銀字に緑の葉の管。向かって、右は 緑地に銀のスコップ。旗は緑から白である。紋章の図柄の意味は明らかにされていない。1684年の印象には、缶を取り囲むように横向きのスコップと2本の直立した鹿の角が描かれている。また、1710年の印象には、スコップの上に公爵の冠、その下にキロワットの文字、当時の村の名前である。 カルティンウェソンに由来するが描かれている。19世紀から1938年まで用いられた印象は左右に分割で向かって左に3本のビュルテンベルクの鹿の角向かって右はスコップ。ただし1853年のオーバーアームとベジヒハイムの記録にはワシホルズ洗濯棒と書かれている。1938年にビュルテンベルクの文書局の提案で 鹿の角は1684年の印象に由来する缶に置き換えられた。同時に紋章と旗の色が定められた。町の紋章と旗は1963年3月4日にバーデンイコールビュルテンベルク州内務省の認可を得た。この町で最も重要な企業はエナージーバーデンベルタンベク社のネッカーベストハイム原子力発電所である。 ブドウ生産者組合ワインガードナーネカーウェーシムエッグには、ネッカーベストハイムやイルスフェルトの初座派地区から150軒のブドウ農家が加盟している。ネッカーベストハイムは、ビュルテンベルクワインのビュルテンベルクウンターラント地方、キルヒエンバインベルク地区に属す。ネッカーベストハイムは、アウトバーン A81 号線、イルスフェルトインターチェンジ、連邦道、B27 号線、 ラウフェン・アムネッカー及びキルヒハイム・アムネッカーを通るの、金傍におけしている。ラウフェンとキルヒハイムには、フランケン鉄道シュトゥットガルと、ハイルブロン線の駅もある。ネッカーベストハイムでの出来事は、日刊誌、ハイルブロナーシュティマの南西部版に掲載される。かつてリーベンシュタイン家の主城であった、リーベンシュタイン城は、1120年に建設された。この城は現在、 レストランとホテルに利用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。